猫おじいちゃんとはどうやって出会いましたか？猫おじとの出会い語っちゃう。猫おじとの出会い、猫おじとはですね、猫おじとの出会いか、実は猫おじ、僕クラロワをずっとやってたんですね。クラロワのずっとあれをしてたんですけど、猫おじも結構クラロワやってて、で僕のこと見てくれてたんですよ。 YouTube で見てくれていて、でその時まだね、クラロワで本当に最初期だよね。そのクラロワの最初期ってことじゃなくて、どれぐらいだったかな、うちの会社もまだ本当にメンバーが数人しかいなくて、でその、まあ、編集マンも、まあ、今の僕の嫁ちゃんのミルクピエンが編集してくれてたりとか、まあなんかその、まあ、なんて言うんだろうな、まだ会社っていう感じでもなくて、うん、みんなで一生懸命仲良くこうやってて、まあ、いわゆる YouTuber みたいな感じで、やってて、で、猫おじ、バイトかなんかの募集をしたのかな、うん、バイトの募集をした時に、編集マンのバイトかなんかで、猫おじが、応募してきてくれたのかな、うん、で、まあ、なんかその、面接した時に、その、まあ、クラロワがすごい好きで、みたいな。で、まあ、今までも結構猫おじってそれまでも、まあ、声優の仕事してたっていうのもある、ナレーターの仕事してたっていうのもあって、まあ、結構そのコンテンツ作りとかも、まあ、とある人のマネージャーしてたりだとか、まあ、なんか自分でもナレーターしてたりとかで、まあ、結構エンタメ業界も明るかったのと、あとなんかその、なんか将来的な夢はって聞いたときに、なんか美少女になることです、ね。うん。美少女になることです。変なおっさん来たなみたいな、あ、なんか将来の夢は美少女になることですとか言ってて、なんかちょっと面白いからやってみるか一緒にっつって、でそれで始まったのが、猫おじでした。そうで、まあその猫おじもね、じゃあそもそもなんでドズル社に入ってくれてるかっていうと、ね、そんなもうだってナレーターもやりつつね、こう猫チャンネルも成功、大成功しててね、本当ドズル社がいるのが謎なぐらい優秀な方ですけど、猫おじはね、まあ、でもなんかあれらしい、やっぱずっとこう若い時からフリーランスというか、その声優とかナレーターとかでずっとやってきたから、やっぱね、フリーランスはフリーランスでやっぱ大変だと思うんですよね。その例えばね、仕事が入る月はいいですけど、そう入らない、全然仕事がない月とか、その不安定な時期とかもね、経験して若い時に、まあ、それも含めてね、会社に所属することにこう なんだろう価値を感じてくれてるというか、うん、今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。